皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は沼津中央高校の授業料等説明会、こちらを、紹介します。学校に入るのにどのくらいかかるのかとか、学校に入ってからどのくらいお金がかかるのかっていうのは個別の段階ではね、いろいろお話してくれるんですけど、わざわざ説明会を開いてくれるのはこの沼津中央高校だけです。まあ県東部地区だとね。この説明会が2回開かれます。1回目は11月23日の土曜日、2回目は12月21日の土曜日。時間は午前中で9時から10時30分です。会場は沼津中央高校。出ていくお金について、内容は高校入学時に必要なお金として入学金とか施設拡充費、制服代など、ね、具体的に教えてくれます。また入学してから必要なお金として授業料とか教科書代金とか修学旅行の積立金などのお話があります。単純にもらった料金表で見ると、入試から5月末まででおよそ50万円弱必要になります。でも出ていくお金だけじゃないんですね。実は支援とか免除されるお金もあります。どんなものがあるかというと、国の就学支援金とか県の減免制度、沼津中央高校独自の奨学生制度とか兄弟の割引があります。お兄さんとかお姉さんが中央高校に在学していると割引になります。他には高校生と奨学給付金とか他の奨学金、これについてもお話があるそうです。また11月にね、2つイベントがあるので、こちらも紹介しておきます。2つのイベントはオープンスクールとオープンキャンパスです。どちらも申し込みが必要なので、ホームページの方から申し込みをしてみてください。でオープンスクールは11月16日の土曜日、3回に分かれて行われます。9時30分から10時30分、10時20分から11時20分、そして11時10分から12時10分と、授業を見て学習環境とかね、学校の雰囲気、こういうものを感じてほしいそうです。オープンキャンパスの方は11月30日の土曜日、午前と午後に分かれていて、午前が9時30分から11時30分、午後が13時30分から15時30分、2時間です。大まかな内容は学校紹介、コース体験、校内案内、もちろん部活見学などもできます。で、ここではオープンキャンパスでは昨年度の入試問題を配布する、こうおっしゃっていたので、この受験したいという方、受験考えてるという方はこのオープンキャンパスの参加してみてはいかがですか。今回は沼津中央高校の授業料等説明会、こちらの紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。